大久保駅の皆さん、こんばんは。遠藤社の菅野直樹です。本日皆さんに伝えたい、どうしても伝えたいメッセージ、それはザ・バイブル、聖書から皆さんにお話しいたします。聖書が語るのは、初めの人、神、アダムとエバは神によって作られた人だ。聖人として作られた。そしてこのアダムとエバは神を捨てて悪魔に従っている。しかしアダムとエバは神に声をかけられた時に、あなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのか。アダムとエバは神に背を向け、罪を改めるのではなく、アダムは妻エバが良くなかった、私を罪に誘惑した蛇がいけない、そんな罪を作った神がいけない、そういうふうに言いました。皆さん、今日もアダムとエバの罪の影響が、今日大久保で出会う皆さんの中にあります。偶像というか、さまざまな宗教の神々を見つけ、心に憤りを感じてアテネの皆さんにこう言ったんですね。アテネの皆さんはすこぶる宗教心に富んでいて立派な方々だと思います。しかし私は知られざる神々にと書いてあるその祭壇を見つけて、私はあなた方に、あなた方が知らない神々をお伝えしましょう。神はこの世界に生きておられる。神はこの世界に生き、動き、存在していると、そう語られます。本日神は私のもとへ帰ってきなさい、そのように語られます。今日皆さんに聖書のエッセンスが書かれたこの小冊子をお配りしています。神はあなたを愛しています。ジーザスラブスよ、イエスに感謝されるみだ。イエスキリスト、あなたを愛しています。雨が降ったら傘を差すように、あなたの人生の中でコロナや死の問題を前に、神のもとに立ち返りませんか。神はあなたを愛しています。 Jesus loves you。 神はあなたを愛しています。皆さん、こんばんは。世界のベストセラー、ザ・バイブル、そのエッセンスが置かれた小冊子を今日皆さんにお配りしています。あなたは愛されるため生まれた。神はあなたに永遠の命を与えるために、今から2021年前この地上に来られ、死んで墓に葬られ、キリストはよみがえって、私を信じる者は救われる、私に立ち返りなさい、手術を信じなさい、そうすれば私もあなたもあなたの家族も救われる。信じるだけで救われる。なぜ？それは神がすべて自ら支払って命をかけて与えてくれた救いだからです。信じるだけというのは受け取るだけでいいってことです。信じるだけの救いを否定するとしたら、この死からの救い、これは自分の力でやらなければいけない、そういうことになってしまいます。
リストの愛をお伝えいたします。イエスキリストはあなたを愛しています。こんばんは。小冊子を皆さんにお配りしています。神はあなたを愛しています。聖書はこう語ります。神は実にその一人をくださった方をこのように愛してくださった。それは御子を信じる者を一人も滅びないで永遠の命を得るためです。皆さんこんばんは。そのお疲れ様です。小冊子を通して皆さんに神の愛をお伝えしています。雨が降ったら傘を差すように、今日キリストのもとへ帰ってきませんか。私のもとへ帰ってきなさい。キリストはあなたにそう語られます。お仕事お勤めお疲れ様です。キリストはあなたを愛しています。ジーザスラブスユ、安に関心のサラミダ、イエスキリストはあなたを愛しています。本日皆さんにキリストの愛を伝えるために、大久保駅北口この狭い場所で街頭演説、そしてまたチラシの配布を行っています。キリストの愛をどうぞお受け取りください。神はあなたを愛しています。こんばんは。神はあなたを愛しています。イエスキリストはあなたを愛しています。こんばんは。皆さんに仕事帰り、どなたか携帯落としてしまいましたね。携帯落として、もし壊れたらメーカーに修理を依頼するように、もしあなたが壊れたらメーカーは誰ですか。あなたの、それはあなたを作られた神様です。どうぞ。お疲れ様です。トヨタの車が壊れたらトヨタのディーラーに行って修理してもらいます。それと同じように、あなたがもし今日壊れているなら、疲れているなら、問題を持っているなら、イエスキリストのもとに行って修理していただき、また励ましていただき、救っていただいて、新たな歩みを一歩進めていただきたいと思います。キリストはあなたを愛しています。こんばんは。イエスキリストはあなたを愛しています。本日皆さんに神の愛を伝えに来ました。神はあなたを愛しています。こんばんは。ジーザスラブスユ、イエスに関心のサラミラ、イエス愛に、ジーザスラブスユ、小冊子をお配りしています。神はあなたを愛しています。こんばんは。聖書のエッセンスに書かれた小冊子をお配りしています。よかったらどうぞ一冊を受け取ってください。神はあなたを愛しています。聖書はこう語ります。はじめに神が天と地を作られた。人は神によって作られたんです。作られただけではなくて愛されています。その神の愛の証拠を見せてみ、その神の愛の証拠は約2000年前にキリストが十字架で死なれた、そこに表された。ここに愛がある、ここに愛がある。こんばんは。キリストはあなたを愛しています。お勤めお疲れ様です。本日聖書のエッセンスに書かれた小冊子をお配りしています。どうぞお受け止めください。神はあなたを愛しています。 Jesus loves you。 イエスキリストはあなたを愛しています。大久保のこの北口電車のこの高架下は雨に濡れなくていいですね。傘をささなくていい。同じように救い主イエスキリストを信じその中に入るならば守られます。神は我らの酒どころ、また力、
永遠に変わらない助けだと。皆さんを救うために神の一人子イエスキリストはこの地上に来られました。イエスキリストはあなたを愛しています。ここが皆さんこんばんは。イエスキリストはあなたを愛しています。ジーザスラブスユー、イエスに感謝のその涙。こんばんは。こんばんは。伝道者の神野直樹です。本日皆さんに小冊子を配っています。小冊子を通して皆さんに伝えたいメッセージがあります。それはあなたは大切な存在、あなたは愛されている存在ということを知ってもらいたい、それなんです。人はパンだけで生きるのではない。ご飯食ってりゃいいってわけじゃないですよね。だから恋人の愛を、人から認められたい、そして神はあなたに命を与えるためにキリストをこの地上に送られました。神はあなたを愛しています。お国の皆さんこんばんは。キリストはあなたを愛しています。皆さんに小冊子を通してイエスキリストの愛をお伝えに来ました。 Jesus loves you。 Yes, Jesus loves me。 主は我を愛する、主は強ける、我弱くても恐れはあらず。愛されています。皆さんにお伝えします、お配りします。神はあなたを愛しています。こんばんは。イエスキリストはあなたを愛しています。伝道者の神野直樹です。大久保駅で今日皆さんに神の愛を伝えに来ました。ジーザスラブスユー、イエスに単身のサラーミダ。イエスキリストはあなたを愛しています。お仕事お疲れ様です。聖書のエッセンスが書かれた小冊子、皆さんにお配りしています。キリストはあなたを愛しています。お勤めお疲れ様です。あちらでもご婦人が調査紙を配っております。どうぞ受け取ってください。神はあなたを愛しています。お勤めお疲れ様でした。神はあなたを愛しています。どうぞ。ありがとうございます。ロボ伝道ネットワーク、私は伝道者の神田直樹です。イエスキリストの愛を皆さんにお伝えしました。神はあなたを愛しています。神は実にその一人をくださったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです。今日この皆さん、神はあなたを愛しています。神の愛を受け取ってください。神はあなたを愛しています。どうぞお勤めお疲れ様です。こんばんは。伝道者の神野直樹です。イエスキリストはあなたを愛しています。お勤めお疲れ様です。こんばんは。小冊子皆さんにお配りしています。この小冊子に永遠の命を受ける方法が書かれています。人は長生きしたい、お金が欲しい、認められたい、いろんな欲があるもの、その中の最大のものは死にたくない、永遠に生きたい、そういう気持ちがないでしょうか。神は永遠の命を皆さんに与えたいと願っています。どうしたら受けることができるでしょうか。信じたら受けることができます。信じたら救われるのです。イエスキリストはあなたの救い主です。お国の皆さんこんばんは。キリストはあなたを愛しています。
小冊子です。神の愛が枯れています。神様あなたを愛しています。この大久保、新大久保、この町は多くの外国の多国籍の人たちが住んでいますね。はい、ありがとう、Thank you。 すでに受け取ってくださっている方もいらっしゃいますが、まだの方はどうぞあなたに渡したいと思います。ジーザスラブスユー、イエスに感謝のせられたイエス愛に、イエスキリストはあなたを愛しています。本日皆さんにキリストの愛を伝えるために来ました。帰りの電車の中でよかったらお呼びになってください。こんばんは。世の中の教育機関というのは優れた人を輩出するためにエリート、こちらが選びます。東京大学、京都大学、また早稲田、慶応、上智、まあ、そういう大学入るためには一生懸命勉強しないといけませんね。まあ、そういう優れた人が出て優れた勉強をしたら優れた人が出るというのは当然のことかもしれません。でもイエス・キリストはもうこの人はダメだ、どうしようもない、そういう人を救い最高の人生を生きれるようにしてくださるためです。健康な人には医者がない、いるのは病人である。私が来たのはあなたを招いて悔い改めさせるために。悔い改めとは向きを変える、神を信ぜろ、神を信じたら救われる。神様は今日一人のイエス・キリストをあなたに与えています。神あなたを愛しています。イエス様あなたを愛しています。イエス・キリストあなたを愛しています。まあ、大久保駅は、まあ、かつて窪があって水と関係ある地です。今日イエス・キリストを信じたら心の奥底から水が湧き上がる、そして命が与えられるって言うんですね。皆さんにそのような命を差し上げたい。あなたにもイエス・キリストの愛をあげたい。今日これが私たちの願いなんです。神はあなたを愛しています。イエス・キリストはあなたを愛しています。2020年はコロナのパンデミックになり、2021年もコロナの影響が続いています。そのような中で一体いつ終わるんでしょうか。5月の31日まで政府は第3回目の緊急事態宣言を発出されています。ですから不要不急の外出に、またソーシャルディスタンス、マスク着用、手指消毒等、これが大切になってきます。まあ、それに加えてワクチン、しかし一番大切なのは神を信じることです。これこそが最も大切です。国連が進めている SDGs、 サステナブルデベロップメントゴールズ17の持続可能なゴール、これは大切なことです。この地球の温暖化をなくす、ゴミをゼロにする、そして人種差別をなくす、住みよい世界を作っていく、これは必要なことです。しかし人は必ず死ぬのです。その死の解決はただ一人イエス・キリストが行いました。神を信ぜよ、そして永遠の命を受けよ、これが今日皆さんに伝えたい18個目の SDGs プラス1です。 SDGs プラス1、神を信じ永遠の命を受けよ、皆さんにそれをお伝えに来ました。大久保の皆さん、こんばんは。チラシをお配りしています。イエス・キリストはあなたを愛しています。イエス・キリストは神の一人です。
神の一人子イエス・キリストはあなたを愛しています。神は実にあなたを愛しています。イエス・キリストはあなたを愛しています。イエスに感謝の賛美だ。イエス愛に。ジーザス・ラブス・ユー。イエス・キリストはあなたを愛しています。イエス・キリストはあなたを愛しています。聖書のエッセンスが書かれたこの小冊子があなたの人生を変え、あなたの人生を救います。神はあなたを愛しています。こんばんは。雨の中お疲れ様です。雨って実に嫌なものですよね。雨季になります。もうそろそろ梅雨に入ったんでしょうか、入るんでしょうか。東京もそんな季節ですよね。まあ、今週ずっと雨で、まあ、来週どうなるか分かんないんですけど、まあ、梅雨っていうのはこれはですね、とっても良いものであるんです。まず中国から黄砂が降ってきてもね、この雨によってそれを洗い流し空気をきれいにします。そしてこの地を潤し実りをもたらせる、まあ、恵みの雨という言葉があります。そうなんですね。皆さんの人生にその恵みの雨があるように、神を信じてイエス・キリストはあなたに永遠の命とその恵みを与えたいと願っています。今から2021年前、神は一人子イエス・キリストの地上に、ありがとう、一人子イエス・キリストこの地上に、どうぞ。ジーザス・ラブス・ユー、神はあなたを愛しております。ジーザス・ラブス・ユー、神はあなたを愛しています。神はあなたを愛しています。本日皆さんにその神の愛を伝えるために来ました。おこばに来たうち、ガード下で皆さんとお会いできて嬉しいです。本日は街頭演説と2人でチラシ配布をやっておりますので、できるだけ多くの人に渡したいと思いながらも渡せない、そういう事情もあります。ですから今日皆さんに、もしこの小冊子が欲しかったらこちらへ来ていただいて受け取ってほしいなと思います。神はあなたを愛しています。ジーザス・ラブス・ユー、エスニー・タンシン・ザ・アンダ、イエス・キリストはあなたを愛しています。どうぞ。ラジャン、イエス・アンダ、イエスニー・タンシン・ザ・アンダ、イエス・キリストはあなたを愛しています。神はあなたを愛しています。ジーザス・ラブス・ユー、神はあなたを愛しています。こんばんは。イエス・キリストはあなたを愛しています。こんばんは。あなたお疲れ様です。イエス・キリストはあなたを愛しています。イエス・キリストはあなたを愛しています。はい、ありがとうございます。どうもびっくりしました。他のものも、イエス・キリストはあなたを愛しています。本日皆さんに小冊子をお配りしています。神はあなたを愛しています。大久保の皆さん、こんばんは。皆さんに小冊子をお配りしています。延期になっているオリンピック2021、今年行えるんでしょうか。緊急事態宣言でコロナのパンデミックは減ってるんでしょうか。しかしながら微妙なところですね。やれたとしても無観客だとか、あるいはやれないかもしれない。しかし今
オリンピック・パラリンピックに向けて作った小冊子、この東京2021のこの小冊子、皆さんにお配りしています。イエス・キリストはあなたを愛しています。神はあなたに永遠の命を与えたいと願っています。キリストは心配しなくていいよ、私があなたと共にいるから、そう語られます。空の鳥を見てごらんなさい。待たず、取り入れず、借り入れず。ありがとう。神が養ってくれてるじゃないか。空の鳥を見てごらん。神は鳥でさえも守って養ってくれてる。まして、あなたを愛し、大切なあなたに命を与えたいと願っています。神があなたを愛しています。聖書は矢をよろずの神々ではなくて、人間を作られた神について語ります。いかがですか。人間を作られた神はあなたを愛しています。あなたを許し、あなたを救うために2000年前この地上に来られ、そして信じる者を救います。こんばんは。心が乾いているものは私のもとへ来なさい。心が乾いているものはイエス・キリストのもとへ来なさい。私のもとへ来なさい。キリストはそう語っています。今日皆さんにそのキリストの救いを受けるためのどうぞ方法が書かれている聖書をコンデンスして、そしてそのエッセンスを入れた小冊子を皆さんにお届けしています。どうぞお受け取りください。神はあなたを愛しています。大久保の皆さん、こんばんは。上からポタポタ水が垂れてきますね。それは雨が降っている証拠です。雨を受けるとそれがポタポタ落ちてくるように、神の愛を信じるとその愛が流れ出るようになります。皆さんの人生の中でどうぞ神の愛は必要なものです。雨が大地を潤すように、今日神の愛はあなたのハートを潤し、あなたを救います。神は心の扉をノックしているというんですね。私を入れておくれ、あなたと一緒に食事がしたい。それは文字通りの食事という、食事というのは過去を許す、そして罪を許すという、そのような意味合いがあります。神は
あなたを許し、あなたに、あなたと和解したい。神はあなたと和解して共に生きていきたい、そう願っているんですね。キリストはこう言うんです。私はあなたと共にいる、私はあなたと共にいる、私はあなたと共にいる、そう語ります。いつも雨の中、皆さんとお会いできて嬉しいです。イエス・キリストはあなたを愛しています。今日は Yes, Christ はあなたを愛しています。 Jesus loves you. Yes, Christ はあなたを愛しています。 Yes, Christ はあなたを愛しています。 Yes, 愛に Yes, 認可しなさる涙、 Jesus loves you. 今日この愛があなたの中に入るならば、あなたを救われ、永遠の命を受けることができます。今日皆さんどうぞイエス・キリストの愛を受け取ってください。神はあなたを愛しています。ジーザス・ラブ・シュー、神はあなたを愛しています。イエス・キリストはあなたを愛しています。このまま小冊子プレゼントしています。受け取ってください。神はあなたを愛しています。小冊子をプレゼントしています。伝道者の神の愛です。イエス・キリストの愛を伝えています。世界のベストセラー、ザ・バイブルのエッセンスを書かれた小冊子をお配りしています。イエス・キリストはあなたを愛しています。伝道者の神の愛です。イエス愛にイエスに感謝のサラーミナを愛するんですよ。神は今日あなたを愛し、あなたに永遠の命を与えます。キリストの愛を今日皆さんに分かち合いに来ました。こんにちは。世界の流れは今どのような流れに向かっているでしょうか。それは世界統一政府という流れです。ガーファムというのがあります。ガーファム、グーグル、アップル、Facebook、 そして Apple、 マイクロソフト、まあ、こういう世界のボーダレスの時代を象徴するような企業が今流行ってますね。私も Apple の電話も使ってるし、 Facebook もやってます。 Amazon もやってます。世界の潮流というのはそういうことなんですね。でもそれで救われるか、そうじゃないんですね。世の終わりが近づいている。その世の終わりに際してイエス・キリストを信じなさい。イエス・キリストに立ち返るべきですよ。聖書はそのように語ります。神はあなたを愛しています。大久保の皆さん、こんばんは。本日街頭演説を通し、また小冊子配布を通して皆さんに神の愛をお伝えできました。 Jesus loves you。 神はあなたを愛しています。伝道者の神の愛です。本日キリストの愛を伝えるためにここへ来てきました。キリストの愛はどんな愛でしょうか。イエス・キリストは神の一人子です。罪がないお方としてきました。罪があったなら人の罪を贖うことはできません。だからキリストは罪のないお方としてこの地上に来られました。
ジーザスはあなたを愛しています。こんばんは。お勤めお疲れ様です。神はあなたを愛するために今日私を送ってくれました。神はあなたを愛しているので一人のイエスキリストを十字架につけてくれました。一人のイエスキリストはあなたの身代わりとして死にました。キリストが死んだということはあなたの罪を捨て信じるだけで救われる道を開いてくれました。イエスキリストはこう語ります。私は道であり真理であり命であり、私を信じる者はたとえ死んでも生きる。皆さんの人生の中で人生新たに生まれ変わる、新たな人生を迎えたいとしたら、人はどこからでも変わることができます。イエスキリストによって2000年も前から罪が許され、2000年も前からも救いが与えられている。本日皆さんに神の愛、イエスキリストの愛をお伝えできました。皆さんこんばんは。イエス愛にじゃダジャンを、イエスキリストはあなたを愛しています。イエス愛にジーザスラブスユー、イエスキリストはあなたを愛しています。元気お疲れ様です。まさに小冊子をお配りします。本日大久保で皆さんとお会いできてとても嬉しいです。こんばんは。イエスキリストの愛をあなたは知っていますか？人はどこから来てどこへ向かって生きていったらいいんでしょうか？聖書は明確に答えを出しています。人は神のもとから来たよ、神のもとへ帰っていかなければいけないと。そのためにどうしたらいいか、この一回の人生の中でどこかで、人生のどこかで神と出会って、神と和解して、そして永遠の命を得る必要があります。今はイエスキリストはあなたを愛しています。ジーザスラブスユー。イエスキリストはあなたを愛しています。神はこんばんは、天の神様です。こんばんは。今新型コロナウイルスと共に生きるコロナ、ウィズコロナという言葉がありますよね。ウィズコロナ、コロナと共に生きると共に、もう一つ大切なことがあります。ウィズジーザスです。コロナを嫌わないでコロナと共存していく生き方を模索する、そんな嫌なものでさえも人々は一緒に仕方なく生きていこうとする。そうであるとしたら最高に素晴らしい神の一人子イエスキリスト with Jesus で生きていけませんか？イエスキリストはあなたを愛しています。イエスキリストはあなたを愛しています。イエスキリストはあなたを愛しています。こんばんは。皆さんこんばんは。本堂社の方直樹です。여러분안녕하세요하세요다자호예수아이니예수님당신의사람이다예수그리스도와여러분을아이시ています。그리스도와나타오이루시
まだ罪の身代わりに十字架に加え、こんにちは、どうぞ呼んでみて、こんばんは、お疲れ様です。さて、2時間近く本日この活動してきましたが、本日間もなくこの活動終わりにいたします。あなたは愛されています。どうぞお読みください。神はあなたを愛しています。本日街頭演説を出しておりますのは伝道者の神田直美です。イエス・キリストの道を伝え、道であり真理であり、ある命であるお方、キリストにご紹介ガイドをしているのが伝道者の神田直美です。お好みの皆様は、ジーザスはあなたを愛しています。イエス・キリストはあなたを愛しています。その愛は十字架の愛です。その愛はあなたの罪を永遠に許す愛です。こんばんは。世界のベストセラー聖書ザ・バイブルのこのコンデンス版、聖書って一言で言うと何か、主我を愛すです。この神が私をあなたを愛している、それが聖書が語るメッセージなのです。神はあなたを愛しています。あなたは愛されています。お疲れ様です。タクシーに乗って運転手さんに目的地を告げると、その目的地へ向かいます。それであるのに、人は人生の目的地を知らず、それを明確にしないまま生きている人が多くいます。人はどこへ向かって生きているのでしょうか。神のもとへ帰るのが人生なんです。本当の目的へ帰るのが人生なんです。今日皆さんに、大久保の皆さんに、キリストの愛をお伝えできました。世界を作った神がおられます。世界を作ったその神が人間の姿をとってこられた。なぜ神が人間の姿をとらなきゃいけなかったのか。それは私たちが人間だからです。人間を救うために神が一人を送られた。だから人は、人となった神イエス・キリストを信じれば救われるのです。で、救いって何か、何かからの救い、死からの救い、罪からの救い、問題からの救い、病気からの救い。神は今日あなたにその救いを与えてくれます。神はあなたを愛しています。神はジーザスラブスユー、イエスに関心のサラミダ、イエス愛に。本日約2時間のこの活動を送りましたが、神の愛は永遠に変わりません。神はいつでも待っています。今日皆さんにお勧めしたいと思います。イエスキリストを信じて神のもとへ立ち返ってください。そして一緒に天国へ行きましょう。そのことを皆様にお勧めして、本日の街頭演説を終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。